インドネシアのインドゥーフード、インドゥーミー、ミーゴレン、ラサ、キャベ以上、揚げ麺に液体より粉末ソースと調味料がついています。麺は中太の角断面で、ふくよかで適度な粘りがあり、存在感が大きいです。パッケージの写真を見ると麺が緑色ですが、これはソースの色で、麺自体の色は緑ではありません。ソースは青唐辛子の辛さが特徴的です。辛さもミントというか、葉緑素系の爽やかですっきりした刺激です。もちろん赤唐辛子の刺激もあり、辛さは結構強いです。相対的にミーゴレンならではの甘さはあまり意識させません。旨味はやや人工的ですが、必要十分で嫌味がないものです。インドネシアのミーゴレンとしては異色の香りで面白いと思いますが、続けて食べると飽きが来るかもしれません。